つくらいに日経が3万1000円になると想定してましたか。そういう感じでは思ってなかったですね。とにかく日経が上がるだろうみたいな。去年だって戦争とかいろいろあったじゃないですか。で、インフレは起きて物の値段は上がってるわけだから。だから、そのお金の価値は下がってて、で、いろんなとこが値上げしてて、値上げしたら額面上は利益は伸びる、上がるはずなんで、同じ商品売っても額は大きくなって、インフレになってお金の価値が下がって、戦争起きても株価下がんないってなったら、あとなんだっけな、あとなんか2、3個、なんか理由があるけど、これで日経横なんだったらむちゃくちゃ強いんじゃないかみたいに思ったんですよね。極めつけにそのインフレとかすごい後半に来たから、だからもうあとこの結果が出てくれば、あと PBR 1倍問題、PBR 1倍問題とか、そういうのを合わせて考えると、日経自体は、他の国は分かんないですけど、日経自体は上がる可能性、上がるよねみたいな感じですね。っていうのを思ってたんで、3万1000円とか、なんかそういう考え方じゃないですね。簡単に言うと、下がる材料出ても下がんないし、上がる材料は後でたくさん来るからってなったら上がるでしょっていうだけです。日経がここまで上がると知っておけば何をしておけばよかったと思ってますか？だから年末に PBR 1倍割れ的なやつが来るとしたら、バリューとか、全然来てないバリューとか来るってな、想定すると、まあ、高配当のやつは来やすいよねとか、高配当の中でも1倍割れてるやつだったら、もっと来やすいよねとか、なんかそういう感じで持ってた群があったんで、それを今売ってるっていう感じですね。そういうのもないわけですよ。普段やらないじゃないですか、そういうのって。そういうやり方って。だから、普段やらないやり方、普段やってるやり方しか持ってなかったら、そこでそういう新しいのって多分生まれないし、発想が生まれないし、できないし、やらないと思うんですよね。でも、そこで今起こってることに対してどういうアプローチが一番いいのかっていう視点でずっとやってると、今こうだから、じゃあきっとこういう銘柄たちはしばらくしたらこうなると思うから、この群今のうちに買っとこうみたいな。まあ、普段はそれ当然、それを一昨年にやっても意味ないわけじゃないですか。そういう話が来てとか、海外のインフレが来てとか、どうやらコロナ終わるからインバウンドで、しかも日本安いからいっぱい来るよねとか、なんかそういうのって今年だからあるわけで、だからそういうのって多分手法というか固定できないと思うんですよね。今年しか使えないっていうか、今しか使えないと思うんで。だからそういうのをずっとひらめくというか、考えてんのかな。まあ、そうですね。考えてるのか。思いつくみたいな感じですね。まあ、それが向いてるというか、まあ、それが一番なんか、今起こってることに対応していった方が、なんか結果食らうのも少ないんじゃないかな、みたいな。やばってなった時に、今やばいって思ったら、もうそのやばいに対処するわけじゃないですか。だから、ファンダでがっちりのやつで、その難しいのって、もう明らかにこれは、何ヶ月後の決算が必ずいいでしょう、みたいに。なった時に、じゃあ、なんとかショックが起きた時に、どうするか問題みたいなのって、まあ、なんとかショックまでいかなくても、なんか全体がどうにかなった時とか、明らか全体が弱い時に、固めちゃってるから、動きにくい問題が出ると思うんですよね。まあ、そこのバランス、まあ、自分もそういうのをする時あるし、そういう銘柄も今ありますけど、ただ、そこを臨機応変に、じゃあ、半分損切りとか、できるのかとか、その損切りしたやつをまた上で買い直せるのかとか、そういう臨機応変さっていうのは結構なんか大事な気がしてるんですよね。まあ、自分は大事にしてますかね。年末年始でリスクオフでポジションを減らしたりしてますか？いや、あんまないですね。なんかそういうのないですね。12月30日の次1月4日は何だったら別に31123でしょ？3連休ってなんか2ヶ月に1回ぐらいあるじゃないですか。なので、4連休なだけなんで、あんまり、一緒なんじゃないかなと思ってます。はい。3連休の時に特に考えないんで。
手元にある500万を素人が年末までに倍に増やすことは可能でしょうか。また可能であればどんな勉強が必要でしょうか。可能か不可能であれば可能だと思うんですけど、それだったら海外行ってルーレットの黒か白に500万かける方が倍になる可能性は高いと思いますよ。ほぼ、まあ、2分の1に近い 48% ぐらいですかぐらいで2倍になるってことなんで、はい、可能か不可能ですよね。まだあらとは、そもそも年末までに倍とかそういう観点ではやるべきではないということですね。どちらかというと確実にというかリスクを少なく着実に増やすというふうな考え方の方が株で勝つとかっていう考え方には向いてると思うので、年末までに倍とかいうのだけであれば超反博打みたいなのにベットする方が早いと思います。テスカさんこんにちは。最近日経が上がってますが日経の上昇はいつまで続きますか。こんなの誰にも分かんないんで、僕にも分からないんで全然わかんないです。僕はそもそも3万1000円とかになった時にもう天井だろうと思ってましたし、そしたら3万1000円から3万2000円3日ぐらいで行った時があってびっくりしましたからね。今も3万2183円でびっくりしてるんでわかんないんですけど、わかんないけど、なんていうんですかね、わかんないけど上がったら勝てるようなポジションを常に取ってる。なぜなら今は上昇相場だから。今がじゃあ下落トレンドか上昇トレンドか横横かって言われたら、もう明らかに日経平均は上昇トレンドっていうのはもう誰でもわかるわけじゃないですか。だからそっちの方向に行った方が儲かるポジションを取ってるっていう感じですね。めっちゃシンプルだと思います。インバウンドの先を見てるとのことで、旅行は見てないとのことでしたが、円安メリット銘柄見てますか。これはまあそうですね、多分決算前に、まあ決算前に意識しますかね。もう多分すでに持ってる銘柄のうちにそういうのがあったとして、じゃあ決算の時期になりましたって時に、じゃあこの水準でこれ決算持ち越そうかなって考えた時に、これすごい恩恵受ける銘柄だから、まあ少なくともこの3ヶ月はいいでしょう、だから持ち越そうとか、まあ、それぐらいは思うかもしれないですね。でもまあ円安だからこの企業買うみたいなのはやんないですね。っていうのはそれだったら為替やっといた方がいい気がしますし、逆にガッバッて円高になった時に困っちゃうんで、円高になるか円安になるか為替やってないし、まあ僕は読まないようにしてるんで 50-50 だと思ってるんで、ただでも明らかにこの3ヶ月間中2ヶ月ぐらいすごい円安になってて、でそういうのに恩恵が受けてるけど、恩恵受けてるはずだけど株価全然反応してないよねっていうのがもしあったら決算を持ち越してみたいなとか、そういうのはその時に生まれる気がしますね。でもまあ次8月なんで決算で、そうなったら4、5、6の決算が8月頭に出るかな。なので、まあ、6月終わった時ぐらいに、いやでもまああんまりやらないですかね。